はい、とってもいい話でしたね。今回もプロフェッショナルの流儀ということでメッセージいただきましたけども、やっぱりねタイトルこれいいですね。あの視聴回数高かったですよ。最初から40回回ってるところで私見ましたよ。いやーすごい。他のはね一桁なんですけど、いつもね1回転とか2回転みたいなところで私のところ届くんですけども、今回ねスタートが40回と超えてるというね。SEO ですね、こすいですねやりますねやっぱりね。ということでね、私は本当に感じますけども、売れてない人ほどやらないといけないんですよ。儲かってない人ほどやらないといけないんですよ。儲かったらどっちかって言ったら引退してもいいわけですよ。儲かったら隠居してもいいわけですよ。でも儲けてもない人が、うん、私のね今のこの生活をそのまんま形から入ってもダメですからね。私も下積みの時っていうか始めた時っていうのは結構ね作業量多かったです。うん、で私は最初から儲かったんで、その辺ね最初は儲からない時期があるとかね、なかなか強く言えないんですけどもね、うん、でも通常は最初の1年って私 FX やってて思ったんですけども、最初の1年ぐらいはどんだけやってもね結果出ないもんだと思った方がいいですよ。最初の1年というか3年ぐらいは。私はすごく特殊な例でスタートした時からなぜかね反応がよくってお金になって、それからというものもういきなりですよ、彗星のようにって言ったら言い過ぎですけども、いきなりその飛び級みたいにインターネットビジネスの中心に入ったんですよ。最初からです。だって初月から月収80万とかね、なかなかないと思いますよ。初月から80万とか、初月にセルフバックで未確定報酬が5万10万って上がる人はたくさんいますけども、私は現金が80万入ってますからね。だからそういうのはなかなかないと思うんで特殊な例だと思いますけども、でも特殊な例だからこそ特殊じゃない人の普通の歩みっていうのはしっかりわかるわけですよ。多くの方がこの歩みをすごくね頑張ってらっしゃいます。それは最初は作業量を増やすことによって自分の作業から自分のノウハウを見つけていくっていうところが必要なんですよ。だから誰かのノウハウを買ってきても、それはねその誰かが通用するものであって、あなた自身がお他人様である自分には通用しないと思った方がいいんですよ。もちろん参考にする意味でいろんなものを見るのはすごく大事だと思います。いろんな人がいろんなコースで、取り組んでいるんだなっていうのはね本当に非常に大切なことだと思いますけども、ことですねインターネットビジネスをするときに集客するべきコンテンツがないとかね、発信がないっていうのはこれはね話にならないんですよ。だって集客できなかったらどうやって売るんですかって話ですよね。集客するってことはどういうことかっていうと、商品に興味を持ってもらえるような表現をするか、人に興味を持ってもらえるような表現をするか、どっかの会社、自分の会社に興味を持ってもらえるような表現をするかしかないわけですよね。でそうなってくると、インターネットビジネスをやってるって人のね、Facebook の記事投稿が少ないとか Twitter のフォロワーが少ないとか YouTube の動画本数が少ないとかって何をやってるんですかって話ですよ。それで一番やってるのが本業とされるどっかの気に入らない会社の仕事じゃないですか。もうめちゃくちゃですよこういうのは。だからねすぐは難しいかもしれませんけども、意識して毎日少しずつ動画なりね記事なりをアップするようにしていかないといけないと思いますよね。昨日今日とね私も速稼塾の中で、YouTube 始める第一歩みたいなコーナー始めましたけども、やっぱりね私のことを見て YouTube を始めてくださる方っていうのはいるわけですよ。で始めた方っていうのは基本的に量産します。じゃあ最初の一歩はどのように量産するかってことになってきますけども、わざわざやらなくてもどうせやるものを動画化するってことですよね。私が一番おすすめするのは、運転される方はね通勤の風景をポンとカメラを置いて録画ボタンを押して出勤するみたいなことをしたら、自動的に10分なり30分なりの通勤中のドライブ動画撮れますよね。そこにタイトルをそれっぽいのはめるだけなんですよ。例えば有名な道路を書くとかね、有名な地名を入れるとか、有名な会社名を入れるとかね、通勤には何とかかんとか会社ってのがあるんですってその社名入れればいいわけですよ。そういうふうにして SEO を使っていく、それがプロフェッショナルの流儀の一つでもあるのかなと思いますけどね。そういうふうにね何もやらない日々から毎日何かをやる日々に変えていかないと、その毎日が大事ですから、まずは習慣をつけてください。習慣で量を網羅したら次にはその質にこだわっていくってことなんですけども、量の中から質を取り出すという意味ね、それはたくさん自分がやった行動量の中から自分の行動の中からノウハウを取り出せるようになるってこと、これはね本当に忘れないでほしいなと思います。本日は以上です。